して。なんだこの階段は。私の黒歴史となって、何年間は一切僕このことは言わなかった。ところがだんだんなんか黒とかして、皆さんのおかげで、そして今こうやってもう一回雪辱戦に噛んでしまいましたけれどもやることになって、でとっても今日はなんかもう嬉しいです。本当に生きててよかった。何ものもまあプラマイゼロ、一回こうダメになったものがこうやって浮上してくるっていうのは本当素晴らしいなと思いました。で、今日はね、全部の曲、全部これ20曲、実は21曲あるんだけど、知ってた？全部するのはちょっとね、時間的にしんどいんで、14曲くらいやると。で、その曲解説をしながらします。で、さっきの曲は、ファーストボスっていうんですけれども、まあこれね、発注を受けた時、エコールさんからね、ちょうどね、ガメラとギャオス、覚えてますか？
京都駅潰して戦ってた大怪獣空中戦、それをこうやってくれって言われて、それでやったんだけど、なんかゲームがすごいヘコいんですかこれだからそうやってね、あの音楽とその画面のギャップ、なんかすごいヘボい画面にめっちゃなんか気合いになって音楽入ってるっていうそれがカルト化になったらしいんですけれども、次の曲なんですが、次は、デスマスク。デスマスクはね、最初にちょっと言っときますけど、あの誰かちょっと手伝ってほしいなね、僕。というのは、これすごく簡単なんです。猿でもできる。猿連れてこうか思ってるけどね。ちょっと、誰か全くコーポレートのない人で全然構いませんから、ちょっとやる前に僕はレクチャーしますから、どなたか一人挙手してください。せーの、えっ！お、どうぞ、行け！もしかしてネットで使われる方ですか？ツイッターでフォローとはして、ありがとうございます、コルベット越前さんですね、これね、ちょっとここ、はい、次、ここさあ、で次はシレミラシできたら右手で弾いてくれる現実にありそうですね、あのね、北海道でしたっけ、ねえ
ただ僕の思惑と全然違う形でゲームを使っているというね、このズレ具合がね、半端じゃないんですよ。はい、では次は、ムーラというところです。このムーラというのは僕のもうすごいデスクリームの中で一番自信作で、私はエマゾン・レイク&パーマ知ってますか、うん、ELP って言うんですけれども、そのタルカスという曲が大好きで、あまり好きすぎて、アベノハルカスの替え歌でアベノタルカスっていうのも作ったぐらいなんですけども、これはね、タルカスとビバップジャズっていうマイルス・デイビスっていう人の合体です。では演奏します。今もそれ続いてるんですよ、実は。今日のこれをブラジルに送ろうと地球の裏側とリンクしてるんですね。それ僕は YouTube を、国テックミュージック、国テックミュージックという名前で今まで800以上動画を上げてるんですが、それがブラジルの、とある人の目に留まって、彼が主催するオイトボールス8、ポルトガル語で8のことオイトって言うんですね。その集まりにこういう日本人がいるって紹介したところ、一気に大ブレイクしてしまって、で、この人形とか、これ私の人形なんです、2500円で向こうで売ってる本当なんですよ、これ。で、これはチャリティーで、障害者のこの、歩行器の作る、費用に充てられてるんです。で、これはプロの造形師がいて、クリタカヘッドを作った同じものが向こうに2つあるんですよ、これで、彼がこれを連れて、なんか自分のカフェ行ったりとか、いろんなとこでね、あの砂浜とかでこれ出して、クリタカーとかやってやっと送ってくるんですよ。もうなんというね、もうなんかもう関西人以上のお笑い。すごい演奏で。
でこれは私の家にいつも保管して家族が気持ち悪がるもんですから今日初めて世に出たと、このグリッターヘイトここに置きます。まあこれねちょっとこの頭撫でるとご利益があるかもしれません。それでは次はアッシュという曲を演奏します。それを聞いてもう大衝撃を受けて、僕はもうこれしかないと思ってプログレッシブ音楽の道にずっと未だにいるんですけれど、その人たちに、敬意を表して、今回のアルバムも捧げているところがあります。でそのクリムゾン大好き大好きって言ってたら、その80年代にメンバーの人と一緒に共演することができて、ビル・ブラフォードというドラマーなんですけども、その彼と共演した時に僕の曲をやってくれたんです。それで彼は譜面が読めなくて、前の晩に僕ビルさんに行って譜面を書いて持っていったらね、まあ、自分読まれ、お前ら一回弾いてくれって。で僕となにわエクスプレスの中村健二さん2人で、ビルさんと一緒に合わせて、そうするともう2回目はもう完璧に覚えて、もうすごいもうタコみたいな演奏する、すごい状態 でその時の曲が傭兵なんですよ。それがこのクソゲーの で、ちょっと弾いてみます。それは10年前のことであった。
いかがでしたか。キングクリムゾンのコンサート行かれた方いらっしゃる？ちょっといる、うん、もうね、すごかったんですよ。メンバーね、もうロバート・フリップ72歳。それでね、ずっとね、7時から10時前ぐらいまで20分休憩だけ、ものすごい演奏するの、びっくりしました。もう神です、私にとっての神、キングクリムゾン。で、その要素をいただいて、私が全力で作ったデスクリムゾン、つながりクリムゾン、つながり。だから今回のアルバムは、なんかそこにキングクリムゾンのアルバム持ってるんですよ。ちょっとそれ上に上げて、あの、すごい、どうしてそれ持ってるの？そこの店で売ってたんで。あ、素晴らしい。なんか、ご利益あるな。ご利益ありますよ。あなたの人生変えることでしょ。でそれから私が影響を受けて、ね、僕まだ高校生くらいね、もう40何年も前の話、それで今の自分がこうあるというかね、あなたのこれから素晴らしい人生を送ることでしょう。はい、では次、メインテーマ。みんなもそれを聞いておいてください、ね。では次は「せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜ」と言って選んだ扉は赤くなかったんですね。今回の「デス・クリムゾン」アルバム CD 買ってくださった方は蓋開けたら中に赤の扉があってね、ジャケットの中に、その中にこいつがいるんですよ。クリガラ人形受けました？受けた？これでもってちょっと演奏しようと思って、今日せっかくだから持ってきました。あんです。では
だから本当に偶然、なんかタッタラララっていうのがせっかくだから俺はこの赤の扉っていうのもピタッと来てね、だからそういうあまりにも世の中の物事がこうずれると逆にシンクロしてしまうんですよねもうこれは恐ろしい、もう、うん、こっち全然そんなつもりじゃない、これはなんかペルーの遺跡でなんか発注受けたんですよ、だから僕自身はワールドミュージックとかもすごく研究してて大好きなんですけどね、音楽も全てあのなんていうんですか、好き嫌いなく、特に、まあ、プログレッシブとかモンドミュージックとか好きなんですけど、あらゆるミュージカルとかね、ピアソラとかもいろいろ聞いた中で、その当時ね、22年前当時の自分の気持ちを全部託したデスクに、それが大こけしてきたでもこの度浮上してきたというでは次はサロニカ。昨年から40年前の自分のバンドを再編成して、あちこちでライブして、先週、東京 の6年間っていうね、ビジュアル系の人たちがよく出るところなんですけど、化粧して、これちょっとその時の衣装の一部なんですけれども、山水館っていうハードロックバンドやってます。また来年も活動するんで、ぜひ応援してほしいんですけれど、山水館って知ってます？コンサート来られた方いらっしゃいますか？ありがとう皆さん来てください、ぜひ、はい、まあね、高橋芳郎というね、日本ロックから来てるカリスマ、まあ、僕の同級生、中学からずっと一緒にロック一緒にやって、キングクルーンも一緒にやって、文化祭も一緒に出て、高校の
彼が現役のロッカーとして非常にルナスイの杉蔵さんからの尊敬も受けて、彼の使っているギターを杉蔵さんがプレゼントしてくれた、あ、ベースギターね、本当にあの素晴らしいやつです。で、僕はそこのキーボードボーカルで一緒にイエーってことやってるんで、まあそっちも応援してくださいね、宣伝しました。ではリングブルグ、ちょっとこれはあの配信でイエーって感じですけど、みんなちょっと手ちょっとね、上に伸ばして、ロングフット肩こりでしょ。では、行ってみましょう。クリムゾンというクラフトワークという好きなものが来すぎでもしのちゃうかもね。ぜひテクノ、テクノ音楽を返してください。では、宇宙船、これはちょっと宇宙船の中をただ寄ってピコピコしてるイメージ。Thank you.
い、抽選でした。次はコネラートっていう曲があります。これはイメージとしてはレミングの群れが数が増えすぎて自然淘汰のために自らダーッて海に向かってそのまま行進していく暗黙の無言の量行進というイメージ、そういうイメージで作った曲です。これだと人生、やっぱりさっきのキングクルーズと一緒なんですけど、目の当たりにしたビジュアルの凄さ、もうね、当時のクイーンはね、王子様、もうひらひらの服着て、ね、サテン、それで、まあ、そんなに僕たちとそんなに年変わらないんですよね、ジョン・ディーコンなんか僕とそんなに変わらない、もうこんなすごい人がこの世にいるんかと思って、そっからですよ、うちの山水館というバンドが、化粧しようやとか、ビジュアルやろうやとかって。それまでコピーマンね、ディープパープルとかエマーソン・ジェイカーのパーマとかキング・クルーズのムゾンとかやってたんですけど、やっぱクイーンの影響は非常に大きかった。なので、このシャナ・ファーラっていう曲を次演奏しますけれどもこれはハッチを受けた時にエコールさんからね、あのウィルロックユーってあるでしょあんなを作ってくださいって言われた。だから、これちょっとみんなも協力してほしいんですけど、ドンドンパドンドンパドンドンパっていうねリズムあるでしょ。であれを、スクイーンのこの前の映画の時に ネタバレになりますけどね、あのその映画の中で撮影シーンじゃない録音の時にもう家族とか親戚とか呼んでみんなで今度の曲はブライアン・メイが言うんでね、楽器を使わないでやろうってで、みんなドンドンめっちゃやっぱかっこよかったんですよ。あの頃のロックバンドでね、やっぱりあのクイーンってやることがちょっと普通じゃないよね。極端、基本的にはギターとかするでしょ。楽器使うんでね、もうロックできるんや思いましたね、だからそれがシャナファーラ、ちょっと託されてますので、これでシャナファーラのリズムで、ドンドンパン、ドンドンパンって、ドンドンパンです。
最後までやってくださいよ、ね、体ね、ずっとみんなね、こう固まってるでしょ。そうするとやっぱ血行が悪いですから。ではシャナファーでいきますよ。聞いてくださっている方たちは本当にありがとうございます。でこれからね、ちょっと今日見て、ね、今日のこれ見てね、ああもうこんな人間関係越してもこんだけ頑張ってる人がいるんやと、私 の, 音楽人生の中で一つのこれピークなんですよ。いろんなピークがあったんですね。今日ちょっと特別にね、今時計見たら僕ちょっと飛ばしすぎて結構早い状態で来てるんであこれはまずいと思って、私のパブリックイメージの音楽っていうのは実はそのプログレではなくてお茶の間の音楽で、急遽本当はね、次の曲でラストにしようかなと思って、まあ、アンコールもちょっとあるんですけども思ってたんですけども、ちょっとパブリックイメージの曲1曲ちょっと弾いてみようかなってちょっと思ったりなんかしたんですけどはい、ありがとうございます。では、最近話題の上沼恵美子さん上沼さんの、お昼の番組ね、もう22年、ちょうどね、あれね、デスクリムゾンの年から使われてるんですよ、96年の春。なんかそこ、96年の春の、4月、5月ぐらいに僕デスクリムゾン作ったんですね、2月で何十曲、没曲もあるんですよ。それでその年の3月、4月ぐらいにちょうど上沼さんのテレビ番組その曲になって、未だにかかってるっていうね持たせましたけども、ちょっと触りを弾いてみます。では恵美子のおしゃべりクッキング手拍子
急遽今思いついてちょっとやってみました。これは大丈夫よ。今日はあのデスクリムゾーンを見に来たということにしておいてください。今のはなかったことにしてください、ね。それではあの私の思いがいっぱい詰まった、デスクリムゾーンの中の特に今回のために書き下ろした曲っていうのがあって、これはアルバムを開いてくださった時に左のページにあの書いてある僕の新情、今のこの春作ったほやほやの新曲です。私の最新曲はこれ、クリムゾーンデスの宮殿、この中の、プログレッシブロックのファンの人は、あ、自分のことやなと思ってください。つまりそういうプログレッシブロックの深いイギリスの深い森、ヨーロッパの深い森、なんか精霊とか妖精とかなんかあのなんかわけのわからないようなもんがね、ペガサスとか走ってる、そういう歌、こんな世界があるんやって、文学青年の慣れの果てのような、ね、そういう音楽に惹かれてそこの森に入ってしまった私、気がついたら抜け出せない、その森を永遠にさまってさまよい、でもその中で何か一つ高めていこうというね、そういう意思をあの曲にしたつもりなんです。でこれには非常にこう苦労しまして、あの僕今回のアルバムは、全部パソコンで作ろうとしたんですね。このパソコンで今日持ってきてますけどね、普通のみんなのお家にあるノートパソコン、その中にキューベースって知ってますか？キューベースだけを使おうと、キューベースの中にそのソフトシンセが入ってて、ハリオンソニック SE ってやつ、それだけで使おう、全部作ってしまおうと思ったんですね。私は一応プロでもう何十台シンセ持ってるんですよ。でその中にはヴィンテージというモーグであるとか PPG であるとかすっごいあるんだけども、あえてその22年前デスクリムゾーンやった時にヤマハのシーケンサー、当時のねスタンダードミディファイルの安いやつで作ってた、その気持ちで今小学生でもお金出したら買えるソフトで同じスタンスでやろうと思ったんですね。でその中の音色はもう徹底的にいじったんです。だから皆さん聴いてくださるアルバムの音っていうのは一応僕なりにはもう納得できる音で、今日 PA してくださってますけども、私のパートナーを紹介したいと思います。水谷さんです水谷さんは、私の作った素材全てを全部あのミキシングして、で僕の注文を全部聞いてくれて、でマスタリングをしてくれて、全部、私の共同制作者ですので、彼のことをデスクリムゾン水谷と呼んでください、ね、で、私たち の, この決勝作品であるところのこの最後を締めくくる、クリムゾンデスの宮殿というので僕の思いであるとか、まあ、これから聞かれた人は、あの一生懸命の最後に演説しよったなって、あいつね、まあどんな人生この先送るのか知らんけども、まあそれなりに頑張りよったなと思ってください。それでお昼って言ってテレビつけたら上沼さん出てきて、多分こんなことやってるな振り幅の広い人間になりたいんですね。でこっから明日も行くんですけれども、歩いて15分ぐらいのところにナンバーパークスってあるんですよ。行ったことある人、ナンバーパークス、はい。でそこにナンバーパークスタワーっていうのがあって、そこの10階でアコーディオンを教えてるんですね。僕の今の一番仕事の大きな分はアコーディオン、今日持ってこうか思ってるけど、今日ちょっと車パンパンちゃうやったから。で上沼さんの音楽も普通は普段アコーディオンでやってるから、ピアノではほとんど弾かない、3週間コンサートの時にちょっと弾いたぐらいです。で持たせましたね、これで時間ではクリムゾンですの、まあ、アンコールもしてもいいかなって気持ちになってる。Listen
to the voice of the spirit. Meet the founder of chaos. Apply to the progress track is the court of the crimson death.すごいなと思って。デッサマちゃん。本当ね、まあ、私はその中のなんか囚われ者にしか過ぎないような気もします。音楽を作ったけれども、当時真鍋さん、エコーの社長が、いやゲームする人なんてね、音消してやってますからね。そんなこと言うの。もう一生懸命ってあれね、作った曲にね。僕は文学部出身でね、物書きすごく好きなんですよ。私のフェイスブックとかね、長い文章演説みたいな書いてるでしょ。すみませんね、ほんまに。それで彼は理学部、阪大理学部
もう徹底した理系、どっちもオタクなんだけれども文系のオタクと理系のオタクって全然話合わない何を言ってるかよくわからない。だからもうそもそもその出会いがカオスだからなんかもうそれがもういろんなもうこのブレンドし合っていろんな具合になってデスクリプションという改作ができたと思ってます。当時は若かったから、若いといってもね40ぐらいですけれども、あのそこまでのことがわからなかったんですよね。一生懸命すればいいんやと、ひたすら一生懸命して何日も徹夜して今やったら死んでます、うん、でなんかまあね本当に話が合わない人って世の中にいるもんやなって僕が一生懸命作って最後やと思ってても作り直して作り直して言われて、今からする最後の曲っていうのは、これは今回のアルバムに、再起動リブートって言ってね、再起動っていうパソコンもう一回電源入れ直して、そういうタイトルで入れたんですけど、これは未発表曲なんですが、実はこれはファーストボスのボステイクです。でファーストボスが僕最初その作って、僕としてはこの再起動の曲大好きなんですよ。で、それをもう一回作れって言われて、それで今日オープニングに弾いた大怪獣空中戦みたいな、はい、全然違う曲でしょ。で、これは入ってない。だから今回のアルバムを入れたと。でこの度の、デスクリムゾン、もう一度再起動したっていう、そういうイメージも非常に合う。まあ、季節して非常に合うようなものを作って。例えば来年のまたあのゴジラの映画があるんですよね。今度アメリカのゴジラの映画。だからゴジラがまたまた蘇ってくるっていう、そういうイメージで聴いてください。そうすると、ゴジラの映画をみんな見に行こうかと。このもうモスラもラドンもキングビタも全部オールスターです。本当に。では、長い間ありがとうございました。今日の、最後の曲、リブート。